竹の竹の。重さ的にね、これおばちゃんのお仕事でしょうか。あ、やっぱあの暖房は人が集まるよ。ご覧ください。それからですね、今回ハンドル検討も受付をしています。ご協力ください。おしとりまこけんさんってご存知ですかね。あの吉本の芸人さんなんですが、のない、被害者キリストの政策をやる。このシミ餅は福島の各地で作られていた保存食です。向こうのテントで販売をしています。追悼の夢では昨年もこの長野県長野産のゴンブッパで作られたシミ餅を、本当にもあのシミ豆腐とかですね、シミ大根っていう特産品があるので、それにあやかってシミ餅を作ろう、励ましに行ってですね、実は励まされて帰ってくる。地域の占領も広範囲にわたっては、空港機、飛行機による空からの、空間占領の測定だけで、武将提供をですね、あと1年ちょうどあと1年後に打ち切るということになって、毎年毎年その死刑判決を待っているようだというようなことを言われたというお話とかですね。この皆様の検討の間に、ステージでは江南大少年少女合唱団と大人たちのふるさと江南大による合唱をいただきます。
福島から神奈川へ共に毎年実行委員会を作り、多くの方々の賛同、協賛、講演をお寄せいただいて開催にこぎつけております。明日は2016年3月11日、5回目の 3.11 を迎えようとしています。私たちは今宵それら失われたもの、奪われた者たちに向き合おうとここに集いました。そして福島からの避難者を代表してかのめくみさんから、今紹介していただきましたかのめくみと申します。かのめさん、ありがとうございました。ありがとうございました。待ちます。深く入ってまだ嬉しいです。信用この土地にとても縁のある方ですので、今日はですね、心よく引き受けていただきました。テントの中にいらっしゃる皆様も一旦お手を休め、神奈川追悼の夕べにお集まりいただきありがとうございます。私は実は、かのめさん、どうもありがとうございました。4年経っても実際のところかなわない。政府が勝手に変えた20ミリシーベルトまでは安全のせいで汚染区域に閉じ込められる人たち。暮らしを奪われた私たち被害者の胸は明日を生きる決意を新たにする。ありがとうございました。曲をやっぱり作ろうと思います。2年前に放射能被爆が原因とみられる複数のがんで亡くなりました。2008年、音楽活動の拠点を東京に移すため再来日、現在は日本で活動する数少ないバンドラ奏者です。